やっぱりその例えばトップチーム担当だけだったら週に3回ぐらいしか練習なんで、週3しか来ないじゃないですか。それがあんたセブンティーンだっても12だっても同じなので、週に2、3回しか練習ないから、その人たちは週に3回来ないんですけど、僕はもう5日前にいたんで、で週末試合にもトップチーム帯同してたんで、だからそれでイタリアでもなんとか行ってもらったってこと。ちょっと今気になったんですけど、週2、3回しかないって。はい、そうです、ね、どういうことですか。トレーニングです。向こうの、はい、回数は週2、3回だけです。毎日はやらないですよ。そうなんですか。やらないです、やらないです。日本みたいに月曜日オフで川から金まで練習、土日試合はないです。そうなんですか。はい、そうです。俺らはね、朝からやって一日月曜日休んで夜は毎日やってっていう高校生活を送ってましたけどね、うん、はいはい、ね、静岡学園も同じでした。僕は山根さんの一部のまさか朝練やってるから知らなかったんですよ。朝練やってました。朝練は週2回だけなんですけど。あ、そう、静岡は毎朝ですよ。あ、毎朝。僕がいた時はですけどね。今は知らないですけど、当時の高校はどこでも朝練もしてたし。あ、そうです。週1日休みぐらいですよね。そうでしたね。本当月曜以外は練習をやってるっていう形でした。向こうは多くて週3っていうことですか。そうです、週3です。練習がない日は何してるんですか、はい、子供たちですか。あ、特に子供たち。子供たち、子供たちは例えば勉強してるのかもしれませんし、はい、違うスポーツをやってる子もいますし、はいはい、そういうふうに時間を使ってますね。トップリーグのクラブの下部組織でも、はい、トップリーグだと違います。あの例えばイングリッシュプレミアリーグのアカデミーに入ると、あの例えばアンダー18ぐらいになってくると、やっぱり日本みたいな寮文化っていうのはないんですよ、ね、でもホームステイで生活する。だから外国人選手いっぱいいるんですよ、ね、アンダー15とか18だっていう。その時点でいますね。僕がマンチェスターシティのアカデミーに行ったことなんですけど、当時行った時にもうアンダー15の韓国代表候補とか2人いて、で1人レアル・マドリードからあの子買ってきたって、1人スペイン人の子に紹介されて、うんうん、その子たちみんなホストファミリーって詳しいし、でそのくらいのクラブになるとやっぱり毎日、はい、そうですね。ただ毎日練習と言いましても同じことはやらないですよ、うんうん、やっぱりあの日によっては全く違う、その練習と称してただ子供たちを呼んでミーティングの時だけもあるんですよ。結局自由時間を与えちゃうと自己管理できないんで、そういう子が多いからやっぱり呼んできちんとミーティングをするとか、もしくはアカデミー内であの例えば日本でも塾みたいなのやってるんですよ。だから勉強のお世話をするとか、そういう形ですね。週3、はい、練習と、はい、まあ、日本の、まあ、毎日練習みたいな、はいはい、感じを比較して、はい、結果的にどっちがいいと思います、サッカースキルを向上させるのか。いや、僕は絶対に毎日やらない方がいい。なんでかっていうと、毎日やっちゃうと体が違うメニューをやっていたとしてもだんだん体って慣れてくるじゃないですか。脳科学のお話じゃないですけど、多分つまらないって感じる時があると思うんですよ、うん、あんた明日も練習がある、何もリフレッシュがないと、その間がないので、その体と脳が休む時がないんですよ。だからリフレッシュできないんですよ。だからだんだんこうおかしい状態になってくるっていうか、例えば試合に負けました、選手は悔しいです、でも月曜日はよし、じゃあ火曜日から練習また気合入れてやろうぜってなる。でもそのモチベーションが火曜から金曜まで来て、土曜日かもしくは日曜日の試合の時まで果たして維持していいのかどうかって話なんです。結局どっかで一回抜かないと、だんだんこう同じことをこう考えちゃって少しおかしい状態になってくんじゃないかなっていうのは僕は個人的に思ってます。なので一度そのヨーロッパみたいに月火練習やって水曜日はない、じゃあその日は全くサッカーと関係ない、サッカーのことは忘れましょう、違うことをやってリフレッシュして、まあ、楽しみましょう。そういうのがあればやっぱ気持ちまた新たになるので、まあ、僕はそっちの方がいいかなとは思います。そこでの全く違うトレーニングっていうのも、はい、コーチが全部やるんですか、はい、あ、そうですね。例えばイングランドにいた時のケースなんですけど、イギリスってやっぱ冬は天気悪いんですよ。すごい天気悪いんですね。でパワーリーグって言いまして、まあ、分かりやすく言うとフットサルみたいなものが流行ってるんですよ。 でもフットサルはまあ体育館みたいな、でもそのパワーリーグは人工芝で本当狭いエリアでゴールも本当ちっちゃいゴールを使ってやるんですけども、それを一つの練習にもしてましたね。もしくはやっぱりインドアで、まあ、ちょっとフットバレーみたいなことやったりとか、そういうことはしてますよね。そういう知識っていうのはライセンスは別に個人で見つけて学ぶ、はいはい、まあ、それは持ってる方もいらっしゃると思うんですけど、僕の経験上は楽
しませるだけでした。教えるクリエーションしたい。そうですね、分かりやすければそうなんです、まあ、リフレッシュなんで。要はそれは何て言えばいいんでしょう、まあ、自分たちが本当にやってることじゃないじゃないですか、はい、なので単純に楽しくサッカーと付随してなおかつ楽しめればいいよねっていうことなので、特に教えるとかそういうことはなかったですね。まあ、横田選手が危ないプレーをしたとかそういうことしたら止めなきゃいけないですけど、それがなければそのままやらせますね。スキル結局、まあ、サッカープレーヤーだけに限らずですけど、結構プレーヤー引退してから指導者になる人が多いと思うんですけど、はい、実際その指導者としての生きる道といいますか、はい、まあ、大前提にはお金だと思うんですけど、はい、給料もらえないと生活できないですから、ね、そうですね、はい、でそういうのを含めて内田さんの考えってどういうふうに考えられてるんですか。例えばそのいきなり、まあ、トップチームのコーチをやるとかアカデミーのコーチをやるっていうのはやっぱ簡単ではないと思うんです。やっぱりもうクラブにはクラブのやり方がありますし、まあ、そのコーチ、監督として経験のある人をどうしても契約をしてしまうと思うんですよ、ね、じゃあそのコーチ経験がない方がコーチになってどうやって生活していくかといえば、やっぱりスクールコーチ、まあ、フルタイムでスクールコーチをやってみることがいいんじゃないかなと思いますね。あの日本もやっぱりスクールコーチがその例えば J クラブだったり、まあ、山根さんのプレーしているあのボンズにもあると思うんですけれども、まあ、そこでフルタイムコーチ雇っているかどうかですよ。例えばその選手指導だけじゃなくて、まあ、先ほど冒頭でもお話ししたように保護者への連絡を取るとか送迎をやるとか、とにかくコーチとしての仕事を一通り全部フルタイムでやりきれば、まあ、とりあえずそれで生活はできると思うんですよね。それだと大体月収日本でも20万から30万ぐらいはいただけるはずですし、それでそこからまず始めてみて、まあ、コーチとしてもっと深掘りしていきたいのか、上を目指したいのかっていうふうに決めたらいいんじゃないかなと思います。ライセンスってやっぱ必要なんですか。ライセンスですか。最終的にはあのそのスクールコーチやるんですか。そうですね、そうですね、うん、スクールコーチだけだとおそらくライセンスは義務ではないと思うんですよ。でも取った方がいいと思います。なんでかというとライセンスって言っちゃうとみんな、まあ、資格イコール使うって思うじゃないですか。でもこれ僕もそうなんですけど、いろんなそのライセンスのコースに入っていくことにいろんなこうクラブのコーチが来るわけですね。そこで新たなこう出会いも生まれていろんな情報共有もできるわけですよ。でそれが例えばじゃあ C 級を取りました。 C 級取ってフルタイムスクールコーチを1年間やる、あこの仕事面白いとなれば2年目も3年目ももっとモチベーションが上がっていって、じゃあ C 級まで来たから次は B 級取ろうっていうふうになるじゃないですか。で B 級取って B 級取れれば例えば J クラブのアカデミーのコーチができるようになりますから、もちろん B 級取れば絶対 J クラブのアカデミーコーチができるわけでもないんですけども、やはりもっとこう上のカテゴリーが指導可能になってきますので、まあ、コーチとしてのロードマップっていうのは見やすくなってきますよね。その意味でもライセンスは取得された方がいいと思います。確かにロードマップって持ってる人ってなんか すげえ少ない気がしますね。、うん、じゃあそこの指導者になって、はい、じゃあその次のステップがこうで、はい、最終的にこうなってるっていう絵が、はい、どう感じます？みんな持ってるのかな。自分の身の回りだと子供の年代を教えるのが好きだから地域まで取ってこのクラブを教えてやれれば十分っていう人もいるし、やっぱりその段階踏んでって上まで残らないといけないから S を目指してっていう人2種類に分かれますね、うん、みんながみんな上を目指してるわけじゃない、はい、でもロードマップっていうのは決してこう上を目指すわけじゃなくて、うん、自分が目標設定したところにたどり着くまでのプロセスをどういう手順で行くのかっていうのはきっとロードマップになるので、ああそうです、ね、前者でもロードマップ描いてるってこと、うん、そうですね。なのでそのロードマップイコール例えば C から S まで目指すっていうことでもないと思うんですよね。例えばその例えばアンダー12の指導はやってみたけど今ちょっとじゃあ翌年アンダー15やったらこっちは半であればアンダー15の専門家になるようなロードマップでもいいと思うし、まあそれがアンダー18なのか、まあ、社会人に含む大人なのか、もしくは幼稚園児ぐらいなのか、それはもうコーチになりたい方それぞれがやってみて見つけるしかないですよね。その中でロードマップできれば、まあ、結局はもう幸せなコーチになれるのかなと僕は思いますけどね。ただ先ほどの山根さんのおっしゃったその S 級をやっぱり目指していきなりもうプロの監督になりたいっていう方が多いのは僕も知ってるんですけど、今サッカー選手やってる人もしくは現役に対してこれからサッカーコーチに興味持ってるんだよなっていう人はどうしてもねそっちに気持ちが行きがちなんですよ。その要は元プロだからっていうことで、いや俺はプロだったからやっぱ指導するならプロ選手でしょっていう方は僕いっぱい見てきてるんです。ただやはりですね
プレーと指導は別だと僕は考えるんですよ。今までは一人で自分 の, その選手としては個性を出してそれがチームの一部になって、まあ、結果が出ていればよかったと思うんですけど、指導になったらそういう個性を持った選手をまとめなければ、となればいきなりプロ選手の指導をしてももしかしたらハマらない可能性もあるんですね。なのでそこで例えばじゃあ元プロの方が、引退してプロクラブのその元のチームのコーチになりました、でもやってみたけどいまいちだったなって指導者を辞めるよりもやっぱり育成年代もやってみるとか、やっぱ全部のカテゴリーを経験された方が、まあ、コーチとして、その仕事内容っていうんですかね、それが分かると思うので、やっぱりこうプロだから元プロだからいきなり S 級を目指すっていうよりは元プロだからこそ育成年代を最初関わってみるとか、そういう余裕も持たれた方が、まあ、結果的には指導者として長い人生を作れるんじゃないかなと僕は思います。でも指導者目指そうと思った時に、はい、大体この年齢とかってあったりするものですか、はい、年齢はなりたいと思ったらいつでもいいですよね。いつでもやってください、うん、例えばなんですけど、その先ほどお話ししたスクールコーチ、フルタイムのスクールコーチをもう22歳ぐらいからやる人いっぱいいるんですよ。じゃあ22歳から C 級取って最初はスクールコーチですけどコーチになりました。で、片やもう一人の方は、元プロで30歳で引退してコーチ1年生になりますってなった時に、元プロっていう肩書きがあったとしてもこっちの22歳のコーチは8年もうすでに経験を積んでるわけですよね。ごめんなさい、同い年という設定ですね。22歳のフルタイムコーチと22歳の選手が30歳になって引退した。そしたらこの8年もあるとこっちの元プロだった人はプライドばっかりできちゃうんですよ。元プロです、引退したから俺は絶対もうプロクラブしか指導しねえと。でも実際やってみたら指導の色派もわからないから、選手もコントロールできない、トレーニング内容もわからない、どうしていいかわからない。でも22歳の人は8年の経験があってしっかり指導、プロ経験なくても話す言葉にも説得力があって練習内にも説得力があれば、やはりこちらの22歳からコーチを始めた人の方が指導者としては将来は作れますよね。なのでその意味ではもう年齢は関係ないです。むしろ今選手やってる方に言いたいのは、興味あるなら週1でもからスクールコーチをやるべきです。チームで所属しながら、例えば山根さんのボンズでも選手たちが週1でスクールコーチをやるべき、最初アシスタントかもしれませんけど、はい、まあ、それをやってみてコーチ経験を積んで果たしてそれが自分が合ってるかどうかですよね。それが例えば J1 のクラブだったらあんまり許されないことかもしれませんけれども、僕が個人的に思ってるのはやっぱりそういう職業訓練というか経験っていうのもやっぱ選手のうちからやった方が後々生きると思うんですよ。なので現役のうちに俺は B 級まで取っておこう、A 級まで取っておこうっていう選手も見受けられるんですけれども、そういう考えも悪くはないんですが、やっぱりライセンスだけで指導はできませんので、やっぱり現役のうちから週1でもいいのでスクールコーチをやらせてもらう、そういうのが必要かなと思いますね。その意味では年齢は関係ないです。だから持っていれば早い方がいいかもしれません。早い方が、うん、いいかもしれません。見切りもつけやすいじゃないですか。その例えばコーチをやったけど、はい、いやごめんなんかあの情熱が湧かないと、うん、じゃあやっぱもうコーチはやりませんというのもありなんですよ。っていうのもやっぱコーチってすごい大変な仕事なんだよね。そうですね、うん、選手よりも大変です、うん、やっぱり立場もちょっと弱いところありますし、プロクラブの監督だってやっぱ成績が振るわないって言えば簡単に首切られちゃうじゃないですか、はい、そしたら次の日から無職ですから、うん、だからその意味ではコーチとして生きていくっていうのはものすごいタフなことなので、本当に全て元選手だったからやった方がいいとは言えないですよね。やっぱり皆さん合う合わないますか、まあ、さっきの、まあ、プロ選手のプライドって話があったと思うんですけど、はい、まあ、プロ選手のライセンス、はいはいはい、で一方でそのアマチュア選手でライセンス持ってますと、はい、そういったところでまあ衝突もあるかと思うんですけど、はい、ライセンスやっぱ重要ですよね。重要ですよもう重要だと思います。なくてコーチをやるっていうのは僕は違うかなと思います。ライセンス、その本田圭佑がどういう意図でライセンス関係ないって言ってるか僕は分からないですけども、結局ライセンスって一つの区切りになるんですよね。例えばその冒頭でお話ししましたその D 級、C 級、B 級、A 級、S 級のその分けっていうのは S から言えばプロじゃないですか。で A はまあ日本で言えば社会人とか JFL の監督ができますよとか、で B 級になれば J クラブのアカデミーコーチができます、 C 級は12歳から、基本的には12歳か15歳かっていう方もいらっしゃるんですけども、まあその育成年代
そのアマチュアですね含めて指導ができる。で D 級はコーチとしての入り口っていうことで分けてるわけじゃないですか。ってことはその区分けを無視してコーチをやらせるということは何にも参考になるものがない人にコーチをお願いしなきゃいけないわけですよ。例えばそのスクールでもいいですし、アカデミー、どのアカデミーでもいいですけど、コーチが必要です。なった時に、例えばじゃあライセンス制度はありませんってなっちゃうと、結局はあの人サッカー経験者だからあの人に頼んだらっていうふうになっちゃうじゃないですか。でも先ほども言いましたけど、結局サッカーやったからといって指導ができるとは限らないんですよ、本当に。なのでライセンスっていうのはそういった一つのラインを作る意味では参考になるから必須だと僕は思います。本田圭佑ね、その話は確かね、育成年代には必要だって書いてるんですよ。育成年代にはライセンスは必要だけどトップチームはいらないよって言ってたと思ったんですね。確か指導者を目指す、また目指そうかなぐらいの人たちに後押し的な、アドバイス的なメッセージがあれば、はい、教えてほしいな、はい、これから指導者になる方ですか。それか、はい、指導者になったらどうなんだろうぐらいの人たち、あ、興味を持ってるって、興味、はい、持ってる、はい、持ちそうぐらい興味持ちそうまあそうですね、そういう人たちにお伝えできることとしては、まあ、同じになってしまうかもしれませんけど、とりあえずやりましょうと。最初のやつですね、うん、もうやる以外ないですね。あの卓上の理屈だけを勉強しても絶対わからないので、とにかくやってみてコーチとしての難しさだったり、あと楽しさ、そういうのを全て経験しないと次には進めないので、まずはやりましょうということですよね。ちなみに僕はあれですよ、あの今ライセンスの話してますけど、ウェファの A 級持ってるんですけど、僕なんて本当底辺から始まりました。日本で言ったらキッズリーダーからやってますか。知ってますよ、キッズリーダー D 級の下の時は知らないです。知らないですか、はい、キッズリーダーは、ね、15歳から取れる、うん、一応サッカー資格なんですよ、 JFL だからですよ。あそこから僕始めた。で日本で C 級まで来て、その後イングランド行って、イングランドだって向こうではレベル1って言ってるんですよ、日本の D 級みたいなのも。そこからレベル1、2、3、4って上がって、4が A 級なんですけど、そこまで来ました。なので別に僕大したことないんですけど、本当にただやっぱり頑張れば、まあ、ステップアップできる人もいるっていう、そういうのもあります。まあこれ使ってくれるかどうか別にどちらもですけど、本当は僕イングランド行ってレベル2C 級取って日本帰ってこようとしたんですよ。ところがその最後の試験やるときに試験監督の先生が僕に言ってくれたのが、絶対 B 級進んだ方がいいって言うんですよ。なんでって言ったら、だってコーチとして伸びそうだもんって言うんですよ。でそれをなんか当時の僕は、あ、イングランド人の経験のあるコーチが言ってくれるんだからそれは間違いじゃないもん、自分自身で自分のこと判断できないですけど、他の人はそうやって言ってくれるんだから、もしかしたらやってみてもいいかなと思って、それで B 級に進みましたね。でも逆に B 級で、僕ね、B 級の試験は1回落ちてるんですよ。1回落ちてるんですけど、その落とした試験監督の先生が、いろんなところを指摘してくれたんですよ。こういうことはできてない。でもこういうことはできてたよ。だからこのできなかったところを改善したら、できてるところとそこが混ざって、お前もっといいコーチになるよって言うんですよ。で、諦めない。で B 級も結局2回目の試験で合格して、で B 級合格した時に逆に今度厳しいことがあって、 A 級進みたいんだったら3年から5年はもっともっと上のレベルで指導しないと無理だねって思って、でも逆にそれであの負けず嫌いなんで、いやできるでしょうと思って A 級に行って、で A 級取りました。僕ね、あのやっぱ選手じゃなかったんで、選手になれなかったんで、じゃあやっぱコーチでやったらもう全力でやるしかないでしょうね。それがモチベーションですよ、僕は。サッカーが好きで選手にはなれなかったけど、はい、違う形でこうサッカーに貢献したり、そうですね、関わってそれを仕事にできてきたってことですよ、はい、子供たちにもいい授業ですよね。そうなってほしいですね。そうなってほしいですね。内田先生、はい、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。